皆さんこんにちは、 MSCB アシスタントの小鳥ちゃんこと高梨レイラです。今回はですね、前回の新型アドレス125に引き続き、こちら同じく鈴木から出ている新型アベニス125、こちらをご紹介したいと思います。アドレスに引き続きね、やっぱり125のスクーターいいって思ってるところに、同じカテゴリー同じエンジンでもう1台今回鈴木さんが発表したので、こちらも一緒に試乗してきました。アドレスと違ってね、こちらのアベニスは、まあ、見てわかるように結構ねスポーティーなデザインになってます。まあ、今回ねお借りした色が、まあ、マットブラック、ブラック黒だったので結構引き締まったデザインになってます。で、横から見た感じもちょっと丸みの帯びてたアドレスと違って、こうシャープなデザインになってますね。あと、まあ、今回ちょっとこのステッカーだと分かりにくいんですけど、前回丸山さんが発表会で見たグリーンの色のタイプだと、このねアベニスの A のロゴ、これ結構ね、結構かっこいいなと思ったんですけど、ブラックだとちょっとね、よく見ると A かなって感じで、そこがね分かりにくいところがちょっぴり残念なんですけど、まあ本当にガラリとこの2つのキャラクターを変えて出してきてるところがすごいなと思いました。走りのね、走った感じとしては、まあどちらも同じエンジンを使っているのでそんなに大きな差はなかったんですけれど、でも、まあ、フロント周りとかが気持ちこっちのアベニスの方が軽いかなとは思うけど、乗り比べなきゃわからないレベルなので、まあ普通に購入される方としてはやっぱり一番はデザインと、あとはご自身が乗る走る時のスタイルに合わせていただければなと思います。あと今回、ご紹介するアベニスの方が価格としては同じエンジンでもアドレスより11,000円高になります。前回紹介したアドレスが273,900円に対して、こちらが284,900円、この価格差がどういうところで出てきているのかなってところを、まあ、小鳥ちゃんなりに多分この辺が価格の差になってるだろうっていうのをちょっとご紹介したいと思います。まずはですね、便利な機能としてはこちら、リアブレーキ、アベニスの方だとロック機構がついてるんですよ。で、停車時スクーターってロック機構がないとあのギアが入れられないのでね、スルスルスルってスタンド入れてても坂道とかだと行っちゃう場合があるんですけど、ここがねアベニスだとちゃんとロック機構がここについてます。今かかってますね。で、再度走るときはまたブレーキをかければこんな風に外れるので、ここはねスクーターであっても欲しいところなので、まあもし選ぶんであればここはアベニスの良いポイントだなと思いました。あとはフロントのポッケが、アドレスは1つに対してアベニスは2つついてます。こっちが普通にペットボトル 500ml ぐらいの大きさが入るのと、あと蓋付きのポッケがついてます。で、中にアベニス同様 USB 電源がついてて、ここに USB 挿すことができるので、まあ、このポッケの中に何か充電したいものを入れながら走行して充電することができるので、ここはね結構便利だな。ポッケ1つか2つってかなり大きな差だと思うんですよね。だからちょっとした移動の時に入れっぱなしっていうのはさすがにちょっと鍵がついてないのでどうかなと思うんですけど、ちょっと一周入れたいと思った時に2個入れられる。あとはフックはね、確かこれは両方とも一緒かな、簡単なお買い物袋入れる 2×フックで、こっちがロック機構のついたフック。ただどちらもそんなに大きな荷物に、対応というか、重さに対応できるものではないらしいので、まあできればこのフロントのフットボードの大きさをはみ出ないぐらいの大きさにしてほしいと、書いてありました。あとは、メーター、アドレスの方が普通のアナログメーターがメインのちっちゃいデジタルメーターに関して、こちらのアベニスは完全なデジタルメーターになってます。なので運転中により多くの情報がこっちの方が得られるのは、ここはね普段マニュアルバイク乗ってる人とかにも合ってきてるというか慣れてる見やすいメーターかなと思います。その辺は あとここのメーターカバーっていう言い方でいいのかな、ここがねちょっとスポーティーなデザインをまた醸し出してるところかなと思います。あとね、なんか日差しが強い時に気持ちこのねスクリーンじゃないんですけどメーターカバーがあるだけで気持ちメーターの反射がなくなるので視認性がち
ょっといいかなと。今のねこの冬の時期結構西日がきつかったりするんで、日差しの当たり方向が悪かったりするとメーターが結構反射して見えなかったりするんですけど、ここは見やすくてよかったですね。はい、あと給油口、蓋がね自分でキーでひねって取るタイプだったんですけど、アメニスはこんな風にポコンって開くので、ここはね一番給油する際に便利なところで、あとシートをね開けなくて給油できる、これはね2台とも共通するところなんですけど、ここは一時降りてシート開けてそれで給油口も開けてっていう、その二度手間を1個省いてくれてる、ここはいいなと思いました。でシート下の収納は、まあ、ほとんどアドレスと変わらないんですが、確かこっちが 21.5 なので 0.3 リットル小さいんですけど、まあ、ほんと誤差の範囲なので収納力はだいたい同じぐらいかなと思います。まあ、あとはねシートが気持ちこっちの方がちょっと滑りにくい素材になってるのと、サイドの部分にこの赤いスティッチが入ってるんですよ。だこういうところはやっぱりちょっとおしゃれなデザインとしてワンポイントってかワンスティッチ入ってて、ここちょっとねいいな、なんかおしゃんな感じ。これカラーリングどれも共通して赤なのかなってなると、なんか黒だと余計赤が目立つので、そこはなんか今回黒色で良かったなと思います。あとはまあこのエンブレムとか、この立体的なエンブレムは結構かっこいい、かっこよさを出てきてるので、まあ、黒だとちょっと目立ちにくいんですけど、他のカラーリングだとより浮き出たエンブレムと、あとそのこの何光沢感この光沢感がまた出てくるかと思います。あとリア、ここはね結構大きくデザインも違いますね。フロント同様に、こっちのテールランプがツインになってるので、これちょっとなんかデザインとしては珍しいなって感じました。これねブレーキ踏んだ感じがこんな感じになります。そう、これは今まであんまり他でも見たことないかな、まあ、あんまりスクーターのねリアブレーキを注目してみることもないんですけど、ここはねさらにかっこよさを出してると思います。あと同じくお尻側っていうと、ちょっとここリアフェンダーがあって見えにくいんですけど、この下アベニスの方だとさらにインナー付きリアフェンダーがあるので、雨の泥跳ねとか雨の走行時の跳ねがさらに少ないので、車体のねこう汚れを防いでくれる。だこの辺って結構スクーターって、まあ、年がら年中乗る方とかだと結構すぐ汚れてくると思うんですけど、まあ、その辺をちょっとなんだろう、汚れを防ぐじゃないんですけど、雨跳ね泥跳ねを、させないようにしてくれますね。あと足つき性ですけど、ここがアドレスとまた違うポイントとしては、このアベニスの方がシート高が10ミリ高くなってて、アベニスが780ミリ、アドレスが770ミリなんですけど、このちょうど足を下ろすところ、ここが足元を絞り込んだフットフロアボード採用になってるので、足つき性をね結構向上してくれてるんですよ。なので身長160センチの小鳥ちゃんでも結構足つき良いというか普通に下ろせます。ただね走るときは先端の方座ってるとちょっと走りにくいので、まあ、一歩下がったりはするんですけれど、停車時に問題なく母子球までつけることができるので、ここは、身長が、低い女性の方でも乗りやすいかなと思います。まあ、そんな感じで今回は、前回のアドレスに引き続きアベニスってことだったんで、まあ、2台のちょっと違うポイントに絞ってご紹介させていただきました。まあ、前回アドレスの時にも言ったんですけれど、エンジン自体は一緒なので、まあ、今回ちょっとフレーム違ってシート形状違ったりとかあるんですけど、基本はスタイリングとかご自身の使う用途に合った見た目でっていう風に選んでもらえるのが一番選びやすいと思います。今回私たちはねたまたま2台比較試乗することができたんですけど、まあ、スクーターをね比較試乗して購入されるって方なかなかいないと思うんで、どっちにしようかな125のスクーターうーんってなったら、あ
俺こっちの方が自分の走るスタイルに合うわとか、あ、私はやっぱりこういう風に走るからこっちがいいかなって、そんな風に選んでもらえたらなと思います。それでは皆さん、今日のところはこの辺で、さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。こちらの動画をいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。 NSTV 制作委員会のご参加もお待ちしております。詳しくは動画の詳細欄をご確認ください。